はい、どうも皆さんこんにちは、太陽の歌です。今日もどこでもモンパレやっていきたいと思います。いやーやっとね、仕事終わって速攻家に帰ってきましたよ。でね、今日が魔王カーニバル最終日になってます。どうでしょう、皆様はこの魔王カーニバルのシド、竜王、ゾーマ引かれましたでしょうか。まあね、この開催期間中、まあ、10月31日から11月3日、30、31、1、2、3なんで5回分は SS が確定。まあ回された方ではですね。なので、まあ5回ともね、回された方は、まあ何かしらのね、まあ SS が当たってるとは思うんですが、どのぐらい魔王当たってますでしょうか。自分はね、とりあえず、まあね、分回して指導はね、当てることができたんですけど、まだ竜王とゾーマのね、影すらちょっと拝めてない状況なので、この最終日にね、このバシーッとね、バシーッとね、まあなんならこう2体来ちゃってもいいんじゃないみたいなね。まあなんならもう3体出ちゃってもいいよぐらいのね。ちょっとね、勢いが、何言ってんだ一体。なんならね、この2体ぐらい、2体ね、ポンポンとね、ポポポポンみたいなね、感じで出てくれないかなっていうので、早速回していきたいと思います。これをね、押したくて押したくて。いやー今日ね、まあ、仕事のね、まあ、休憩中にも回したくて、すんごい我慢してたんですよ。ほんとに。ポチ。いやーこれね、毎回このことは言ってるんですけど、この今日のね、このスラリンの顔はどうでしょう？ただね、今までこのスラリンの顔には何度も裏切られてます。前回もね、なんか肌のツヤいいんじゃないとかね、ちょっとね、何かね、こう魔王をね、こう遠くに見据えてるんじゃないかと、まあ、言ってたんですけど、何も見据えてなかったね。いや、今日最終日だしね。いやーもうね、最後にはね、まあもうね、パパパーンとね、飾ってくれるんじゃないかなと。期待してますよ。それでは早速回したいと思います。竜王、ゾーマ、シド、出てこいや。この一発目がね、来るよ、マジ来るよ。何来る。マジで、あそこ来ちゃった？いや、まだね、もしかしたらこの後にね、出ちゃうかもしんないからね。マネマネはいらないな。この後にね、出ちゃうかもしんないから。キャットバーツ。違うね。もう一個。マネ。いや、マネマネばっかいらないよ。もう一個来い、ボーン。あー、カニね、嫌いじゃないんだけどね。ぬー。これは、キャットバーツ。いらねーわー。マジ、マジで。だってバトルレックスってさ、もう最初から実装されてるモンスターじゃん、こいつ。
しかも持ってんだよね、バトルデックス。キラークラブもね。キラークラブもいらないんだよなぁ。いやーもう。いや、最終日ですよ、今日は。皆さん。最終日にこのマネマネでいいんですか？何これ、重くなってるし、また。マジで？あー。ちゃんといるよね。うん。なあ絶対さ、この後回しても爆死の予感だよな。絶対さ、この後回しても爆死の予感だよな。いや、このままではちょっと終われないな。ちょっともう一回だけやっちゃいますか。ね。もう一回。これはね、もうポーンといった方がね、多分当たるからね。ポーンとね、あれ？ポーン、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 ポーン。来る。来るよ。ポーン。ポーン来たね。ボーン。トロールはいらないな。うん。突撃来たか。うん、突撃系ね。うん、わかるわかる。このびっくりマークもう一丁。まあ、ウドラーね。うん、まあ、キュアね。ブロッコリーね。ボーン来たね。ボーン。違うんだよな。いや、ギズもいらない、いらない。あと、オスライムね。まあ、見た目嫌いじゃないんだけど。もう一個来い！来いやー！ホビットね。違うんだよな。嘘でしょ？ね。マジ嘘。もう一個ぐらいさ、来て、いやね、まあ前回の動画でも言ったとは思うんですけどね、まあ調子こいて回すとまあこういうことになると。まあ前回言ったばかりなんですけど、ダメですねやっぱり。これ一体何に使うの一体ね。もうレッドサイクロンに至ってはこれもうバカにしてるでしょ、こっちを。バーみたいだね。いないいないバーみたいな顔してるでしょ。な、おかしいでしょ。だっておかしいでしょ。まあ 3% まあね、3% に上がったとはいえ、まあ実質ね、100% 中の 3% ですから。まあね、そりゃあね。まあ確かに自分ね、くじ運のなさは、すごいあるんで。まあね。まあ、くじ運がないからな。でももう一回回したいな。もう一回行っちゃいましょう。はい、これダメな子ね。これダメな子の例ね。皆さんね、こういうことやっちゃダメですよ。あ、やべえ、手が滑った。これね、ここでね、まあ出たらね、まあ許してあげましょう。ね。ここでね、ボーンとね、ポーン。いや、突撃王じゃん。そのまま。
突撃をちょっと頭ぶつけすぎた感じじゃん。まあ、レモンキングね。まあ嫌いじゃないよ、君。ただね、今じゃないんだよな。今出てほしいの、魔王だから、魔王。ボーン！はい、ブロッコリー。君いらないね。来いや！ボーン！いや、嘘でしょ、本当に？マジで出ねえの。いや、ガニラスとかいらねえし、マジ。こいーや！まあ、ポレーナね。まあ、可愛らしいですね。いや、ほんと出ねえな。まねまね。まねまね、嘘、ほんと出ねえの、これ。いやー、また撫でてるよ。撫で撫でみたいな。いやー、泣きそう。今泣けるわ。俺今泣けるよ。もう泣けるな、これは。泣いていいですかね。いやー、きついわ。でね、皆さんにはもう一つご報告しようと思って、実はね、この動画、まあ、前回、まあ、第4回目はね、動画にしなかったんですけど、その前回4回目のね、回した後にだいぶぶん回しちゃいまして、裏でね、だいぶブン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 回しちゃいまして、実はね、まあいろいろ増えました。多分前回いなかったのがちらほらいると思うんですけど、まあ今日引いたバトルデックスね、あと元々いたバトルデックスさん、こちらで前回のね、第4回目の時にぶん回した時に当たったのがこれ、あとキラーマジンが当たりました。で、あとバラモスも当たりました。あとはね、このバルバロッサも当たって、で実はね、キングレオが来たんですよ。もともとこのレオモンっていうオスのキングレオが、前回実装時に、当たったんですけど、これね、このキングレオ、実は2体目を引いちゃいました。2体目引いちゃってました。で、なおかつね、もうレベル90まで上げてます。で、指導もね、もうどっちもレベル90まで上げて、あとはね、この下の方にも、このエスランはね、まあ、ドラゴンソルジャーも、実はね、あと、まあ、2、3体いたんですけど、皆さんちょっと餌になってます。やむを得ないくてね。皆さんのこのレベル上げに、どうしてもね、使いたくなっちゃいまして。なのでね、結構、実はね、その魔王、まあ、前回の4回目から今回にかけて、出た魔王としては、実は4回目の確定ガチャで引いたのは、このバラモスなんですね。これが一応魔王ということで、当たりました。ので、前回の4回目に関しては、実は、ま、魔王、当たってました。あとは、ま、この破滅の使者ね。なんだかんだで3体並んじゃって、まあ使いようによっては使えるのかもしれないですけどね。なのでね、実はね、パーティーはね、まあゾーマ
竜王は引けなかったにしてもちょっとね実は強くなってますので、今のパーティーをちょっと精鋭ねちょっとね組んでみたいと思います。そう、実はね最初ねホーム画面を見せなかったのは実はこいつたちを引いてたからなんですよね。なので、まあ今組んでたちょっとイベント用のパーティーなんで、とりあえずは、まあ、シドウ2体とキングレオ2体ボーンとね、いやもうなんか窮屈だな。ね、こんな感じになってます。でまあキングレオねのパレードスキルは魔獣系にまあパッシブをかけられるって感じなんで、もっとね魔獣系増やせば、というかもう画面が魔獣系増やせればねこのキングレオさらに活かせられるんですけど、うん、ただこのキングレオ同士でもパッシブ掛け合ってるんで、これだけでもね多分強くなってます。で指導のパッシブは悪魔系にしか有効ではないので、この子たちはねちょっと魔王なんでお互いにはパッシブかけられないんですよ。ただ、魔王来て悪魔系なんで、バルバロッサとかね、あそこら辺にはパッシブがかかるんで、まあ、バルバロッサ育ててね、まあ、パーティーに入れるのもワンチャンあるかなっては思うんですけど、うん。ってな感じでね、まあ、自分の今回の、うん、ガチャはね、まあ、とりあえず指導2体。てかこれじゃなくてこっちを見た方がいいかな。はい。まずバトルレックスが2体。あとキラーマジンガが2体。あとは、指導が2体。バラモス1体。ベロリンマン1体。バルバロッサ1体。あと、キングレオは1体。で、破滅の使者3体。が SS ですね。なんで SS だけだと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13体。ちょ、13体 SS が。まあ、当たりましたって感じですね。うん。やっぱ、キングレオは嬉しかったな。あと、この指導2体ね。まあ、ゾーマとか竜王も欲しかったけど、やっぱ指導ね、HP 高いし。うん、指導はね、ほんと心強いですよ。まあ、自分、ドルマ系を使えるやつ、まあ、破滅の使者は使えるのか。ただ、一応、こっちがドルモアで、こっちがドルマドンなんで、やっぱりね、こっちの方が強いですよね。まあ、ステータス見てもらえれば、こんな感じなんですよ。どうでしょう。HP1243。まあ、これは種振ってますけどね。まあ、あと攻撃力920。で、賢さがこの子低いんですけど、まあ、種あげて、まあ、500ちょいぐらいかな。ただ、会心率がもともと高いので、うん。会心率高いんで、まあ、バトルチョーカーとか、まあ、会心率を上げられるようなやつを振れば、まあ、十何パーとかまで上がるんじゃないかなーなんて思ってます。まあ、特にはね、まあ、ドルマドンとか、ベホマン。で、今貯める、まあ、カイマの眼光で貯めるを、まあ、今覚えさせてるてか、まあ、効果として使ってるんですけど、まあ、これはね、今来てるイベントの方で、まあちょっとスーパーハイテンションにして、まあ、攻撃するために、これをちょっとつけてます。
のでね、ステータス的にはね、まあ、かなりいいんじゃないでしょうか。まあ、賢さを除けばね、まあ、結構高いと思います。いやー、装備でね、まあ、いずれはね、ちょっとシャイニング棒がついたやつとか出てほしいんですよね。いや、本当に、指導のシャイニング棒は、ほんとクッソ強いですよ。ほんとクッソ強いです。あとは、ブラウザ版の方でお手軽にシャイニング棒で強かったのは、確かライムスライムって言ったんですよね、グリーンのやつ。あれがね、ほんと強かった。ってな感じでね、今回のガチャの、まあ、全体を通してのね、まあ、結果の報告と、まあ、とか5回目、まあ、最終日ね、のガチャは、まさかの、ちょっとバトルデックスっていうのがちょっと残念ではあったんですけど、まあ、一応 SS なんでね、まあ、普段 3% なんで、本当にね、まあ、今のね、まあ、今までの、まあ、自分の動画見てくださってる方はわかると思うんですけど、やっぱ本当にね、まあ、確定じゃないやつで回すと全然当たんないんですよね、なかなか。だからもう本当に今回の確定ガチャで、まあ、魔王とかね、まあ、SS 増やされた方は多いんではないでしょうか。そんなところでね、まあ、今日のはこの辺で、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方、多分ここら辺にあると思うんですよ。これをね、ポチッとね、ポチッとクリックしてもらえれば、チャンネル登録の方できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、またねー。